A 保衛級同盟は、イングランドとポルトガルの間で1373年に結ばれ、現在まで続く世界最古の同盟。この同盟は、中世にまで遡り、両国の歴史を通じて重要な意義を持つ。19世紀の半島戦争の際にも、この同盟に従って、イギリスはイベリア半島に出兵した。 ジョアン・一世とフィリッパの婚礼イングランドによる、ポルトガルのアビス長への協力関係は、以後600年以上にわたって、ポルトガルの外交政策の基礎を方向づけるものとなった。1386年5月、ウィンザー条約によって1294年に始まった、同盟関係が正式なものとなり、ポルトガルのアルジュバロータにおいて、この2国間の永久友好条約が確認された。 翌1387年、ランカスター公ジョン・オブゴーンとは、ポルトガルの援助を受け、遠征軍を率いて、ガリシアへ上陸した。カスティーリャ王位の獲得がその目的であったが果たせず、ジョン・オブゴーンとは賠償金を得て帰国した。同盟の証として、ジョン・オブゴーンとは、娘、フィリッパを、ポルトガル王女案一世へと継がせた。この結婚によって、 ジョアン一世が設けたのが、ポルトガルの黄金時代へと続く大航海時代で、活躍する王子たちであった。詩人ルイス・デカモンイスは彼らを、奇跡の世代と評した。フィリッパは、イングランド風の伝統を宮廷に持ち込み、貴族の教育を子供たちに与えた。彼女自身も優れた資質を持っており、宮廷を改革し、道徳的振る舞いの厳密な規律を敷いた。 また、イングランドとポルトガルの貿易も進行した。王子ドゥアルテは1433年に王位につき、ペドロは1438年のドゥアルテの死後、摂政となった。フェルナンドは十字軍騎士として1437年の、タンジール攻略に参加した。そして公開王子として知られるエンリケは、キリスト騎士団総長となり、大公開時代の基礎を築いた。 A 保英保衛級同盟に関する重要な出来事は以下の通りである。20世紀には同盟は何度も使用された。今日、両国は NATO の参加国であり、両国の関係は A 保英保衛級同盟を形成する多くの条約や条項によってではなく、こういった国際機関を通じて調整されている。ありがとうございます。